皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。310名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。夜分にすいません。本当に皆さん、今日ですね、めちゃくちゃ嬉しいことがありまして、ぜひ皆さんにお知らせしたいなと思って動画を回してます。やっぱ男として生きていく中でこれ言われたいなみたいなって皆さんあります？同じ男同士でこう膝をこうバチッとこう突き合わせて話していく中で、パッションで会話して、本音で会話して、嘘なし偽りなしで会話して、言われた言葉というか振り絞った言葉というか、その人から出る言葉っていうのは本当に説得力があるというか、男としてこうグッってこう胸が熱くなるような、そんなモーメントって僕の中ではやっぱ生きててあって、今日はですね、本当に僕の人生の先輩である、66歳の韓国国籍の、方とですね、今いろんなご縁があってお仕事を一緒にさせていただくことがありました。でその方とも出会って2週間ぐらいですかね。で今日実はその方がこの仕事を辞めるってなって、最後に僕のところにですね、こうトコ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 とこう寄ってきてくれて、言ってくださった言葉が、うわしびれたぜと。その方名前が張さんって言うんですけど、張さんそれ来ますかみたいな、めちゃくちゃ嬉しかったフレーズがありました。でその方っていうのはもう若い時からこうずっとバンドをしていて、もうプロのギタリストで活躍していた方です。でその方が僕を初めて見て、僕のこの雰囲気とか考え方とかいろんなものを見て、今日ですね言ってくださったのが、君を見て若い時に抱いていたロックを思い出したよと。君を見てロックを思い出したよと。男として生きていてこんなに嬉しいフレーズって皆さんありますか？僕ね、本当にね、張さん、本当、なんかね、涙が出てくるというか、僕なんかもう全然世間知らずの生意気小僧で、まだ何もしてません。ロンドンにも行ってないし、ハリウッドスターに向けて何にも始まってません。けど、その音楽に携わってきた人、プロとして活躍されてきた人から、君を見てロックを思い出しちゃうと、こんな嬉しいことないですよ。でアメリカのヒッピーカルチャーの代名詞ウッドストックって確か1969年開催なんですよ。でこれは僕の持っているヴィンテージ T シャツの一つで、もうウッドストックの当時もの、はい、これギターに鳩が乗ってる、平和のラブ&ピースの象徴、鳩ですね。でこれがまあラッセルの60年代 60s 100% ことの当時ものなんですけど、やっぱね、これをやっぱ背負っていく男として、やっぱ人生の先輩から君を見てロックを思い出してると、もうね、もうほんとしびれました。多分このチャンネル見てる方男性が多いと思うんですけど、君を見てロックを思い出してると真顔で言われる男って何人いるんだろうって思いました。もちろんね、本当にこうその方のセンスというか生き様というか、そういったものがいろいろ積み重なって、そのロックっていうワードって振り絞られたと思うんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったですね。めちゃくちゃ嬉しかったロックで、これを見てる古き良き時代の女性、どうですか？ロックを思い出させるような、ロックを思い出させるような男、絶対捕まえた方がいいですよ。以上、ハリウッドスターを目指す男、なんか噛んでんの。以上、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。310名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。それでは、失礼します。ロッケーし